にゃーにゃんポエムから、あ、てか見てくれた、これペコアラのさ、これかっちょいいやつ、あ、でかね、このペコちゃんつよつよ PC めっちゃね、もうめちゃくそめちゃくそめちゃくそかっこいいわけよこれ。いや、でこれの上のね、あれ待って、上のねところがあるペコなんだけど、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ペコちゃん一回消えるね。ちょっと待って、もう一個ね、しかもねこれめちゃくそかっこいいんだよ。ちょっとね違う部分も見てほしい。ここだけじゃないの、かっこいいところが。これで、うん、あ、ででででで、でこれともう一個見てほしいのがある。なんとサラペコアランのね上部分、上部分っていうペコなんかな、パソコンのね上部分がねめちゃくそねもう綺麗なわけよ。あれどこだ、あったあったあった、こちら、ちょっと待って、ピューピュー、これこれペコーランのなんていうの、あの上部分っていうペコなのかな、あの上部分ね、綺麗じゃない、めちゃ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 、もうこれね今左側にねもう見えるペコなんだけど、いやもうね綺麗すぎてずっと見てられるわけ、ペコーランも、もうずっとね眺めてられる、これもう綺麗だなって、本当に。あ、あとね中はこんな感じ、ちゃんとね見えるようなやつだと、待って映ってないから大丈夫だよね、こんな感じ、中身はこんな感じ、これで中がね見えんの、これ中がすごない、これなんかこうやってガラスなの、端あの片方がガラスで見えるわけよ、かっちょよくない、もうねかっちょよくて、もうペコちゃんはもう満足です、ほんとありがとうございました。ぜひね詳細知りたい方はあのツイートをね見ていただけると、あの何を使っているのかとかね、あの組み立てはつくもさんペコなんですけども、あのいろいろね内蔵キャップも初めてねやって、いつも外付けペコだったんだけど内蔵に初めてしたりとかしたので、ぜひね気になる方、え、かっちょいいペコでしょ、かっちょいいでしょいやペコアラもね違う、あのペコアラ実はこんな風になると思ってなかったの、こんなになんか虹色とかっていうのはあの聞いてなくて、え、そう、ちゃんとなんかねびっくりしたの、ペコーラなんでみんなピンチ光らしてるのって思ったけど、光ってるのかっこいいよね、そう思った、ペコーラもね こんなかっこよくなるとは思ってなくて、ただすいません、なんか強ペコ PC なんかいいのありますかみたいな、組み立てれますかみたいな感じでね聞いたら、もう これが来ました、本当ありがとうございます、本当に最高です、もうたくさんこれからね使わせていただきたいなと思います。で暗く部屋したらめっちゃさめちゃめちゃいいと思う、ペコラもそれはもう、ちょっと待って開始ツイートするわ。